と皆さんこんにちは。今日はこのクソゲーをプレイしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずは始まりの街で装備でも揃えましょうか。でも物価が高すぎて買い物さえままならない。金を稼ぐため適当円カウントすりゃ体力がなさすぎて一発狙えば即ビュンビュン沈めるな。どうしようでサポメテさえ倒せぬけど閉じてついて見てみたんで聞こうと息をよと近づいたらみんな自分を避けて話なんて聞けやしない。イベント多すぎてフラグ怪獣ディスって月の神秘鉄に序盤で早くもつんだつんだシナリオを嘘しようで超限界ばかりだけど整いって立ち止まってちゃ進めない。あの疲れたな店とボタンのそうかな。でもささやかなお金もくだらないアイテムも問題なくね一番もなくしてしまうけど闇の中で辛いんだと実況プレイしてるんだよ。僕の声を聞いておくれ。この世界はどうしようで突き弁当ばかりだけど手こたれてうずくまってちゃ進めない。僕の日々はどうしようで思い通りにいかないけどハッピーエンド迎えるまで街になっているんだろう。まあいい明日も頑張りますか。よろしくお願いいたします。